組手とは、柔道で立ち技の攻防の際に、相手の道義の掴み方、あるいはそれに関わる技術である。相手より有利な組手になろうと攻防することを、組手争いという。柔道のルールでは、立ち技で、標準的な組手として、左手で、相手の右側の上着の帯よりも、上部を、右手で、相手の左側の上着の帯より上部を握ること、とされており、 それ以外の部分を握ることは反則とされるか、時間制限が課せられる。この握り方の中でも、利き手で相手の襟を反対の手で袖を握る組手が最も基本的な組手とされる。右利きの選手がこのように組むことを右組、左利きの選手の場合は、左組という。多くの技がこの組手から繰り出されることを前提にされている。また、対戦相手の組み方が、 右組か左組かによっても組手が変わるため、両者の組手まで含めた場合は、合四つ、見解四つなどと呼ぶ。道義の位置を覚えておくと技をかけるときに非常に分かりやすい。襟袖基本は、この六箇所を基準につかむが、脇も襟もしくは、袖とみなされるため時間制限はない。右組対右組、または、左組対左組のお互い同じ組手での組み方。足の並びが、 対戦相手と平行になる。引き手から取りに行き、引き手の方向に動きながら圧力をかけるのが良いとされる。右組対左組、または左組対右組の逆の組手での組み方。足の並びが歯の字になる。釣り手から取りに行き、釣り手の方向に動きながら圧力をかけるのが良いとされる。直ちに攻撃しないと指導となる変速組手の一つ。 青による片襟実践の中では、標準的な右組、左組以外の組手も見られる。その一例を以下に挙げる。一部のものは、上記の標準的な組手と異なるため、時間制限があり、技をかけずに制限時間を超えると反則となる。両、襟両手で相手の襟をつかむ。時間制限なし。両袖両手で相手の両方の袖をつかむ。時間制限なし。 奥襟引き手が相手の袖、釣り手が首の後の襟を掴むもの。一般的なルールでは時間制限なし。少年規定では技を仕掛ける前の1、2秒程度のみ認められる。片襟引き手が相手の袖、釣り手が引き手側の襟を掴むもの。もしくは片手または両手で片方の襟を掴むもの。時間制限あり。別名ワンサイドグリップ。 片袖片手、または両手で相手の片方の袖をつかむ。時間制限あり。帯をつかむ時間制限あり。クロスグリップ相手の肩、もしくは腕越しに背中をつかむ。掴んだら一気に技の体勢にならない。ピストルグリップ相手の袖口を絞って親指と四指の間で持つ。掴んだら一気に技の体勢にならない。ポケットグリップ袖口。 裾口を袋取りで握る。掴んだら、一気に、技の体勢にならない。手首握り相手の手首を握る。掴んだら、一気に、技の体勢にならない。手四つ相手と指を組み合わす。相手と手のひらを合わす。一気に、技の体勢にならない。レッグエンタングレメントポジション足を、相手の足に絡める、かける。一気に、技の体勢にならない。足を外に出す片足。 または両足を場外に出して組む。直ちに攻撃に入るか場内に戻らなければならない。ベンディングポジション両手で掴まれている時背を曲げた防御姿勢直ちに攻撃に入れなければならない。引っ張って、自らや相手の上着の裾を帯から外す。両手で相手の握りを外す。足や膝で相手の握りを外す。自らの襟を手で隠す。相手の上着を掴んでいない状態からの いきなりのベアハック。足つかみは国際ルールでは2009年10月から禁止となった。これにより、この組手から繰り出される足を持ってつかむ技の使用は大きく制限されることになった。当てはまる投げ技は主義の草手刈り、塚刀、肩車、靴木刀、かかと返しの足をつかむ技などである。ただし、肩車は足をつかまない技術も開発されており、 こちらの技術の投げ方の方が主流となっている。例えば、ルール改正前の1999年にバーミンガムで開催された世界柔道選手権大会で、風むさりハニが滝本誠を倒した時に見せたイランレスリングの技の一つである。ギャバーレを応用した高ち狩りのように、技をかけた後に引き倒したりする場合や技をかけている、途中に足をつかむものや、 木村雅彦が考案した一本背負い投げのバリエーションで技をかける際に釣り手で相手の膝へ外無双をかけるというものも禁止となっている。また、右手で相手の左袖を持ちながら右肘で相手の左足を救う技などの上着を持った手、腕で同時に足を取る技は反則とはならない。このルール変更の経緯としては これらの技を使ってヨーロッパのジュニアの試合でレスリングのように腰を引き頭を低く構え足を取り合うような試合展開が多発した。この状況を柔道の本質から外れると国際柔道連盟は憂いた一方で武術研究家の河野義則はこのような背を曲げる姿勢は古流柔道。i は2009年10月から足を取る組手を制限し連絡技。 連続技、開始技に絡めずに、いきなり、これらの技を使うことを反則とした。熱姿勢の場合は、このような足つかみの制限はない。一度目は指導、二度目は反則負けとした。2010年1月から、この反則は一度目で反則負けとなることに。また、後に立ち姿勢の場合はいきなりでなくても、反則となった。2015年までに、 帯より、下の帯に入った上着の裾つかみも足つかみに含まれ、反則負けに。2017年、一度目は、指導、二度目は、反則負けに戻る。2018年、指導に変更される。また、裾と一緒に帯もつかんでいる場合は、足つかみとはならない。2019年までに、国際規定において、帯と一緒に裾をつかむことは、足つかみにならず、許されることに。 なお、これらの足つかみの禁止扱いは、国際柔道連盟柔道試合審判規定の試合においてであり、行動間柔道試合審判規定による試合、ランドリにおいては2019年現在、禁止義にはなっておらず2008年と同様に使用、可能。ありがとうございます。